皆さんこんにちは、じゅんじゅんです。今日は2学期学級安定、9月からでも間に合う子どもたちにはこれを持たせるというテーマで、次の3つの柱でシェアしていきます。まず1つ目、2学期持たせたいこれとは一体何か。そして2つ目はそのこれを持たせるための指導法です。そして3つ目、見取る場面です。教師がこれを子どもたちが持っているとき、持ち始めたときに、それを把握する日常生活の場面ですね。これについてシェアしていきます。まあ、何よりこれまでの動画でお話ししているように、この2学期、時期的に子どもたちの衝突が増えたり、個人的なつまずきが現れる、本当何かとお騒がせな2学期に、子どもたちがこれを持てるようになってくると、さらに子どもたちが学級に対して心と体の安心安全、これを感じられるようになっていきます。まあ、そうなれば学習や生活面でたとえトラブルに当然見舞われるわけですけれども、そんな時でも子どもたち同士で支え合って、そして教師も子どもたちに支えてもらっている実感、そんなことが持てるようになっていくんですね。今日の動画、皆さんにとって長い2学期、どのように学級を作っていったらいいのか、一つの参考例になるのではないかと思います。ぜひ最後までご覧ください。では早速いきましょう。一つ目の2学期持たせたいこれとは一体何か。それは、僕たち、私たちには力がある。という、まあ、自信ですね。仲間への信頼っていうのかな。まあ、力があるって言っても、あの腕力とかそういうことでは当然なくって、だからといっていつも僕たちいい子ですとか完璧ですとか、なんかそんなね、未熟な子たちに、そのことはありえないじゃないですか。子供たちにはいい子ちゃんを求めてるわけじゃないんですね。力があるなんてね、そんないい子ちゃんを求めてるわけじゃないです。どっちかというと、私も僕も失敗するし、喧嘩だってするよ。でも自分たちで解決できるし、話し合うことだってできるんだよ。まあ、そんな一緒に、仲間と一緒に問題を解決していける自分と仲間への信頼、これを持たせることに2学期はフォーカスしていきます。まあ、つまり子ども同士をつなぐっていうことですよね。まあ、この自分たちへの自信や信頼がクラスの子どもたちに生まれてくると、たとえトラブルが一時的に起きたとしても、まあ、当然起きますが、最初は教師の手を借りながら、まあ、やがて自分たちで解決しようと、互いの非を許し合うことができるようになっていきます。じゃあそんな友達への信頼をどうやって作っていくか、これを指導法として2つ目にお話をします。まあ、その方法というのも、まあ、私がね、過去トライアンドエラーを繰り返した結果、あ、子どもたちの言動の中に自分や友達への信頼が持てるようになったかなっていう、まあ、そんな実感した方法を3つシェアしたいと思います。何かの参考になれば幸いです。まず1つ目は、当たり前のことを当たり前にです。そんな、もっとね、キラーンと光るような、なんか奥の手ないのみたいなね、に思われるかもしれないんですけれども、でもやっぱり当たり前って大事なんですよね。まあ、ことわざにも凡事徹底ってあるじゃないですかね。凡事徹底ね、当たり前のことを十分に行うって、まあそれができて初めて次の段階に進めるよ。まあ、やっぱりこう、何事も基礎が大事っていうことですよね。じゃあ学校生活において凡事、基礎って一体何かって言ったら、私はですよ、それは時間を守ることであったりとか、あとは人の話を互いに聞き合うっていうことですね。まあ、あの話が聞けないクラスを作るっていう動画、私も過去挙げてますけれども、たくさんの方におかげさまで見ていただいているようなんですが、やっぱりそこすごく大事だと思うんですよね。だからこういった人間が集団で生きる動物である以上、最低限のマナーともいえる、いわゆる学習規律を当たり前に行える、まあ、完璧に行えなくても、もちろん時々ずっこけることはあるんだけど、でも自分たちで協力し合ってるよ、人の学びを保障する、人の学びを邪魔しない、そんな仲間関係だよっていう、なんかそういう自信を子どもたちに持たせてあげる。だって放っておいたら子どもたちね、自覚しないんですよね。ですから教師の働きかけで、あなたたち当たり前のことやってるよ、すごいことなんだよっていう、そんな自信を持たせてあげる必要があるんですよね。
2つ目です。トライアンドエラーを繰り返すということです。子どもたちが僕たち私たちには力があるよって、そんな自信や信頼を持てるように私は学級全体でそれを体験すること、トライアンドエラーを繰り返すこと、これを体験することが特に2学期は大切だと思って、どの学年を担任しても2学期は特にグループ活動、グループ単位で学習活動をすることを仕掛けるようにしていました。特に子どもたちに好評だったのは以前の動画でもお話ししてますが、特別活動での係活動ありますよね。皆さんやってますよね。私は会社活動っていうふうに呼んでたんですけども、これをやると子どもたちグループ内で意見の衝突を絶対に必ず起こすわけです。それをあえて起こすためにこれをやってると言っても過言ではないんですけれども、それを教師が見守ったり丁寧に取り上げることでトラブルの解決手順を一緒に体験していくんですね。すると回数を重ねていくうちに何十回目かのトラブルが起きた時に低学年の子供でもなんか気づいたら丸くなってホワイトボードを真ん中にしながらなんかこう意見を、ね、アイデアを出し合ったりとか、あとはなんか喧嘩が起きた時になんか A ちゃんはこうやって言ってる、 B ちゃんはこうやって言ってる、そのアイデアね、喧嘩のね、言い分をこう書いてたりするんですよね。でじゃあどうやって解決するみたいなことさえも低学年でもできる、それはもう私どの学年でも見てきました。なので僕たちは私たちは A と B の意見がぶつかったとしてもみんなが納得できる C のアイデアを作ることができるよ、それ面白いんだよねっていうふうに、だからぶつかることに対して抵抗がなくなる、かえって A と B がぶつかったことで C のアイデアがなんか面白くなるっていう、だからさらにパワーアップできるっていう、そういうなんかこう楽しみも感じられるようになっていくんですね。では次に3つ目になります。それは教師がずっこけるです。いやまたじゅんじゅんさん変なこと言ってるねって思われたと思うんですけど、私はこれ真剣なんですよ。今風に言ったら主導権を子どもたちに持たせるとでも言うんでしょうかね。つまり教師がいつも先頭に立ってあれしてこれしてとか、いつも先生が正解を言うっていうことじゃなくって、先生がずっこける、一歩引くっていうことです。あえて失敗をさせることも必要なんですけども、ここから先は子どもたちに任せたらもしかしたら失敗するかもしれない、でもおそらく失敗しても想定内だ、ある程度この程度に収まるだろう、じゃあいくらでも修復可能だから、じゃあやらせてみよう、任せてみよう、そんな風に判断をしたらあとは子どもたちに任せてみる、そんな手順です。本当些細なことでもう皆さんやってることだと思うんですけども、実はこういったことだってそのきっかけになるんですよね。例えば重たい荷物、ね、先生がえちらおちら抱えてこうね階段登ってくることもありますよね。でも皆さんきっと子どもたちにちょっと手伝ってって言ってお願いしたとすると思うんですよ。安全上問題なければ子どもたちに手伝ってもらって、その後に助かったよありがとねって、みんな力持ちだな頼りになるなって、そんなねぎらいの言葉が子どもたちがたとえね言語化していなくても、あ先生に頼りにしてもらえた、人の役に立てたんだ、そんな小さな小さな積み重ねが仲間と一緒にやってるわけですから、自分たちできるよ、自分たちもっとうまくできるよ、そんな自分や仲間への自信、連帯感につなげることだってできるんですよね。では子どもたちが自分たちには力がある、そんな自信や信頼を互いに感じ始めてくると、日常生活の中でどんな場面でそれが現れてくるのか、教師が感じ取ることができるのか、3つ目のお話に移りたいと思います。3つ目は見取る場面です。この見取る場面というのは、教師が目には見えないこれ、つまり自分たちには力があるっていう自信や信頼を子どもたちが持ってるかどうか、目に見えませんよね。手に持ってるみたいな、そのことわからない。だから持ち始めてるかどうかを把握する具体的な場面、これをご紹介したいと思います。まず一つ目は、子どもたち同士でありがとう、ごめんなさいが言えてるか、その言ってる場面ですね。それが私一つのバロメーターにしてました。お子さんによっては当然ですね、もう友達との関係が構築される前からもう自然にそれが身についてるお子さんもいるんだけど、まだ関係が和んでない時期になかなかこうありがとうとかごめんなさいとか、そういった言葉が言えないお子さん、言いづらいお子さんいますよね。そんな子たちが少しずつクラスに馴染んでいって、お互いに信頼関係を作っていく中で、
ボソッとごめんって言ってる場面、私何度も目にしてきたんですね。目撃してきました。きっと皆さんもね、あると思うんですよ。そんな場面で、あ、この子たち仲間への信頼持ち始めたんだな、そんな風に見取ることができました。次は、新しいグループ活動で誰とではなくて、自分がやりたい活動でグループメンバーが構成された場面で感じ取ることができます。まあ、先ほどもお話したように、私2学期は本当に短いサイクルでメンバーが変わるグループ活動を行います。朝の会、朝の健康観察もこう子どもたち同士でやってたんですけども、そのメンバーももうくる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 こう回転させるようにしていました。まあ、小さなことで言えば、まあ、すると1学期は親しい友達とちょっとこう示し合わせてね、グループを決めてた子たちがちょっとそこから脱出して卒業して、自分がやりたい活動でグループを選ぶことができるようになったんですね。まあ、そうすると、あ、この子たち仲間に対して馴染んだんだな、信頼を持ち始めたんだな、そんな風に見取ることができました。では最後です。最後の場面は、ネガティブ発言をした子に対して、なんでそんなこと言ったのって責めるんではなくて、どうしてそんなこと言っちゃったのって共感できる仲間が出てきた時ですね。そんな場面です。まあ、例えば A ちゃんが B ちゃんにうーんってネガティブ発言を言ったとしますよ、ね、でそれを周囲の子たちが耳にしました。まあ、ほとんどの子たちがうーんって言われてしまった B ちゃんの悲しい気持ちに、まあ、寄り添うわけですよね。 A、B ちゃん大丈夫、そんなこと気にしなくていいよとか、なんかね、なんでそんなことを A ちゃん言うのみたいな、なんかちょっとこう攻撃するような言い方をしたとします。でもそんな中に A ちゃんに対してネガティブ発言をしてしまった A ちゃんにこんな風に言う子たちが出てくるんですね。ねえねえ A ちゃんどうしたの、何かあったの。私はこんな言葉が子どもたちから出てきた時に、ああ、この子たちは自分たちでやっていけるな、もう教師が出ていかなくても自分たちで関係築いていけるな、 A ちゃん孤立しないな、仲間に信頼を感じてるし感じられてるな、そのことを見取ることができるんですね。つまりネガティブ発言、発言をした A ちゃんを、そんなこと言っちゃダメだよって指摘することは誰でもできるわけですよ。別にその関係が築けてないまだ4月の段階でも言えますよね。でも関係が育っていくと、 A ちゃんがそんなこと言うなんて何か理由があるんじゃないの、そんな思える、そんな風に思える関係性が作られていくんですね。すると教師が A ちゃんになんでそんなこと言っちゃったのって言わなくても、他の子たちが、仲間がその言葉をかけてくれる、子どもたち同士でかけ合えるようになっていくんですね。以上、この3つの場面に私はアンテナを立てて観察するようにしていました。はい、いかがでしたでしょうか。今日は2学期学級安定、9月からでも間に合う、子どもたちにはこれを持たせる、これをテーマにお話をしました。今日の動画をご覧になって、確かにうちのクラスも子どもたち同士がお互いに自分たちには力がある、そんな自信や信頼を持たせてみたいな、あ、言語化してなかったけど自分もそうだな、そんな風に思っていただけたら、ぜひね、何かのヒント、ご自分に合ったものからチョイスしてトライしてみてください。ちなみに私のおすすめは、明日からでもすぐにできる先生がずっこける、つまり先生が一歩引く、このやり方、これおすすめです。それをやった時のね、子どもたちの反応や変化などがありましたら、もしよかったらコメント欄から教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、学級経営に悩んでいる先生たち、病気休職をされている先生たちに向けて、私自身の山あり谷ありの30年以上の現場経験を生かして、学校の先生たちをエンパワーする情報を発信しています。この動画役に立ったと思ったらいいねボタン、そしてこれからも役に立ちそうだなと少しでも思っていただけましたら、チャンネル登録とベルマークを押してください。そしてもしよろしかったら、お近くの同僚の方などに、こんなチャンネルあるよって学年会などの折にシェアしていただけると、どこかのタイミングでどなたかの役に必ず立てるチャンスもあるかと思います。ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画まですぐお会いしましょう。